はい、では花のヒアルロン酸注射をしていきます。じゃあ目閉じといてくださいね。ではチクッとします。0.4cc 入りました。注入した後はちょっと手で形を整えます。基本的に麻酔のクリームを塗ってそれから細い針で打つのでそんなに痛みはありません。起き上がってもらって確認しましょうか。どうぞ起き上がってください。で鏡で見てください。はい、0.4cc 打ちました。はい、まあ、1本が 1cc なので、はい、まだ 0.6cc 残ってるわけなんだけれど、はい、お希望でしたらもうちょっと高くします。で直後は、はい、そんなに腫れはないんだけれどやっぱり針を刺している以上ちょっとはむくんでるわけであって、まあ、高くなった分の大体1割か、まあ、多くて2割ぐらいですね、腫れによって高くなっているものだから、時間が経つとちょっとだけ腫れが引いて低くなります。はい、まあ、ほぼ完成だと思ってください。はい、もうちょっとだけやりましょうか。はい、じゃあ寝てください。はい、こういう感じで、僕の場合はゆっくり話しながらやりますので、まあ、いきなり CC 全部入れて、思ったより高くなりすぎて困るとか、そういうことはありませんのでご安心ください。人によって要望って様々で、あんまり変わりすぎると家族とか友達とか彼氏にバレるから困るっていう人はもうほとんど変わらない程度にちょびっとだけ打つっていうこともあるし、もう思いっきり変わってしまってもいいのでとにかく高くしたいっていう人はもう遠慮なくたくさん打つようにしています。でヒアルロン酸も基本的にその固形物ではなくてジェル状の柔らかい液体なので、あんまりたくさん打ってしまうと、まあ、高さが出た分横に広がって鼻が太くなっちゃうということもありえます。基本的にうちは硬い質のいいヒアルロン酸を使っているので横に広がりにくいのですが、それでもやっぱりあくまでヒアルロン酸なのでたくさん打ちすぎると多少横に広がって鼻が太くなるということもあります。はい、じゃあ起き上がって確認しましょう。今これで 0.6cc 入れました。まだちょびっと残ってますが、ご希望でしたらもっと打つし、まあ僕もこれぐらいでいいと思います。あんまり打つとね、鼻だけ浮き上がったような不自然な鼻になっちゃうので、はい、ちょうどいい高さだと思います。はい、鼻のヒアルロン酸注射おしまいです。あとはちょっと冷やしていただければもう顔も洗えるし化粧もしていただくことができます。基本的にそんな大きな腫れは出ないので、まあ、5分で終わって、まあ、そのまま外遊びに行ってもらったりとかもできる治療です。まあ、気楽にできる治療ではあります。はい、いいよ。